パパ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 パなんとなく過ぎる日々流れる空虚な時間ちょっと一息もため息に変わってく信じてたことに終わりが来たとしても自分だけはごまかさずに前を見て時が経てばどんな苦い思い出も体突き刺すような痛い経験もコーヒーのようにいつかきっと飲み込める日が来るさ。はい、皆様こんにちは。10月25日火曜日、毎週火曜日お昼からはスティールアートステーションでお楽しみください。ご案内の大木美翔子と、はい、アシスタントの金城忍です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。忍さん、はいはい、今日スタジオ来たらすごいね。ね、すごいですよ。もうハロウィンですよ。ね、ユースト見てる方、ね、見えるかな。あ、上だから上見えないところに見えてない。ね、なんかすごいデコレーションっていうか ね、ディスプレイがすごい。かぼちゃが、ね、かぼちゃのあったり、ね、なんかお菓子も今日お菓子もある。ね、いつもこんなだったらいいね。ね、いいですね。毎日ハロウィンにしようかね。はい。私今日そういうイメージで、はい、ハロウィン色つけてました。本当だ、今日はオレンジだ。危ない。もうでも10月25日なんだね。早いですね。あっという間なんですけれど、今日もいい天気ですよ。本当にそうですね、いい天気 でちょっと雲はねありますけど、でもさ、私たちが実際この番組やってさ、はい、統計取りたいよね、天気の晴れてる日、台風が本当にちょ、あの気象とかでもさ、何でもそうなんだけど、いつもは本当晴れるじゃないですか。あ、そうですね、その時間帯だけ。もしかしたら本当に外からはみんな降ってるけど、ここだけが晴れてるかもしれないね。可能性ありますね、穴が開いてる。そこだけ。でもなんかさ、やっぱりあのまだ暑いんですけどね、30度とかなんだけども、うん、やっぱなんか秋とかさ、ちょっとなんかルンルンしませんか、はい、なんか嬉しいですよね、やっぱり、ね、でもあのまあ、日差しはまだ暑いんですけども、うん、なんか湿気が、ね、だいぶ、ね、ま、ちょっとねだいぶ良くはなってはいるので、うん、まだあの一番いい季節かなという感じがしますね。ね、なんかもうやっぱり秋ね、うん、いいです ね恋する秋、芸術の 秋食欲の秋、28度ね、今日は今日28度なんですね。なんか30度がちょっと切るとさ、はい、ちょっと涼しい感じします感じしますね、ね、本当に、まあ、はい、県外に比べるとね、そうでもないかなと思うんですけどね。湿度180、体感気温34度、暑いね。暑いんですよ。だからよくね、体調がね、この時期はちょっともうあの体もほらね、衣替えじゃないかとさ、体やっぱりちょっとね、そうそうそう、あの無理せずね、はい、無理せずあの沖縄でね、やっぱ少し仲良く行こうしながらさ、はい、しないといけないなと思いますけど、しのぶさん、なんか先週、はい、なんかフェイスブックとか見たら あちこちなんかいろんなイベント行ったみたいで。あ、そうですね、まあ、先週はですね、はい、那覇の町もですね、いろいろイベントあったんですけれども、はい、まずあの、まあ私は参加してないんですけど、23日に、うん、日曜日はですね、はい、あの浮島通りで、あのいつも毎年ですね、あの綱引き大会があって、はい、ま、これがまたローカルでいいんですよね。
あのローカルで参加者も本当に、まあ、そこら辺の、自治体の方だったりとか、はい、あの琉球銀行の方とか銀行のね、あの、はい、この、まあ、企業というか、うん、ね、あの周りにある、はい、企業さんだったり、まあ、商店街の方だったりが、はい、あの自分たちチームを組んで、まあ、学校の小学校のチームもあるんですけれども、はい、まあ、子供たちの綱引きも、ね、見れるのも楽しくてですね、まあ、そういった、綱引き大会っていうのを毎年ですね、まあ、浮島の通りっていうのは男性が多いので、はい、もう本当に何だろう力があるんですよね、皆さん、あの、はい、一生懸命頑張っていて、で、もう何年になるかな、もう結構な数やってると思うんですけども、はい、まあ、たくさんの方、まあ、今回も来ていただいたみたいで、あと、まあ、ちょうどその時はですね、あの国際通りではですね、はい、空手の、ね、はい、ギネスに挑戦ということで、ね、なんかのあっちこっちなんか見覚えのある方たちが出てみたいで一瞬なんかどっかのこの映画に出てくるような、なんか少林寺の方かなと思ったら与那覇徹さんね、なんかアップしてましたね、だったりね、あれなんか白眼鏡じゃないなと思ったら西向井幸三さんだったりね、なんかのあれちょっとあのよく知ってる方たちが空手につけてみたいなのがあったんだけど、すごいね、あれはすごいですね、やっぱりね空手発祥の地としてね、はい、そうやって、まあ、ギネス3000人越してね、はい、まあ、認定も降りたみたいなので本当に素晴らしい、はい、こうですよね、これでもまたオリンピック招致に向けてみたいな感じで ね、みんなでまた、ね、空手がもう世の中に今ね、広まってくれたら面白いのかなっていう感じがしますね。あの結構やっぱ沖縄から、ね、まあ、琉球から、ね、はい、あのスタートしてもいっぱいあるんだけどさ、うん、やっぱりほら、ね、沖縄の私たちみたいにみんなほらちょっとあのおしとやかさね、そうですね、言えばいいのによみたいな形でさ、うんうん、ね、いいさもうなんでかねって言いながら他に持って帰ったりするのいっぱいあるけどさ恥ずかしがりとかあんまり沖縄の人自分で見せびらかさないんですよ ね、でまた他のところに持っていかれて名前変わったら、うん、なしむさみたいなそれが沖縄のいいところでもあるんですけれど、はい、でもまあ今回のその空手のすごいね、うん、そういう形とか、はい、本当に素晴らしい、国際通りが本当にも、はい、この白の道着がバーッとずらっと並んでてですね、まあ、そういったのもイベントも、はい、あったりとかで 私自身はですね、実は、日曜日はザキミ祭りという読谷、はい、のですねザキミという、まあ、地区の、はい、あのイベントに行ってきたんですけど、まあ、そこでちょっとユーストの配信のお手伝いをしていたんですけども、はい、いやーなんだろう、またこれもローカルで、はい、面白いですね、やっぱりあのね、その地区地区の人たちが、はい、まあ、自分たちの地区のためにですね、はい、力合わせて、はい、なんだろう、本当に先輩方、うん、まあね、多分まあ方柄も若い人たちもみんな力合わせて、はい、このね、自分たちのなんだろう、ね、愛する地域を守るというかね、はい、のために今一生懸命祭り事をやるっていうのはなんか見ててやっぱり嬉しいですよね。読谷はね、うん、あの私もね、週1回はね、あ、そうですね、ちょっとお仕事で行くんですけど、はい、読谷はすごいよパワーが、ね、すごい、全然違いますね、うん、やっぱり芸能もそうですしね、はい、芸能文化も普通になんか小さいお子さんから、うん、もう生活の中であるんでね、すごいやはりパワーっていうのはね、うん、いろんな意味でやっぱりこれから沖縄は、沖縄っていうのはちっちゃいようだけどすごいビッグですよね。そうですよね、本当にもう区長さん、本当に区長さん座ってればいいんですけど、うん、もう区長さん自らもう動いて、もう片付けとかも全部手伝ってるんですよ、はい、それ見るとやっぱりもうあと最後 もうみんなで打ち上げというか親睦会もあったんですけども、はい、もう自らこうね、いろいろ線路切ってやってる姿を見るとやっぱり、まあ、そういった区長さんがいるからこそまた下のなんだろうついてきて、はい、また育っていってる感じも良かったですし、あと本当に祭りもですね、祭り自体も、もう長丁場12時から8時までっていう8時間の長丁場ずっとユーストが配信してたんですけど、なんだろう、その中にですねオークション、要は読谷ってやっぱり八千文が有名で、はい、あとガラスもですね、大峰山のガラスとかあるんですけども、はい、そういったものをですね、でオークションにかけて、そのオークションのお金っていうのをまた今回の熊本震災だったりとか、はい、そういったところに義援金として送るということで、はい、まあ、そういったオークションもやってて、本当にもう多分10万以上する油脂瓶があったんですよ、こんなでかい、まあ、それが結局3万ぐらいで、まあ、オークション落としてるんですけど、はい、普通だともう3万で買えないものとか、はい、本当こんな大皿とかですね、はい、大皿も多分あれ買うと3万ぐらいするの、はい、5000円で買えたり、本当になんか目玉のそういったものもあったりしてですね、本当に面白くて楽しめました。なんかすごい本当にこうあっちこっちでいろんなね催しもあったんですけど、しのぶさん、なんか今週もなんかいろいろあるみたいでね。そうなんです、すみません、ちょっと告知させていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、
もう世界にうちの自治体がとりあえず、まあ、はい、26日前夜祭ということで、まず前夜祭、はい、まあ、こちらはですね、はい、国際通りで3時から前夜祭始まります。多分、ここにですね、今回来ている世界のうちなんちの皆様がパレードをしますので、はいはい、でも私一番面白いんじゃないかなと思う、実は、ね、もう身近でね、はい、でみんなね、お帰りなさいということでね、はい、あの沿道からあのお声かけていただくと、やっぱり来た人たちも本当にね、はい、この間先週はあの尾長さん来てたんですが、本当にお会いして、はい、みんなお金貯めて5年、ね、5年に一遍のこのためにですね、はい、来ていただけるので、はい、そういったあの、前夜祭、また27日が開会式、はい、っていうのがいろいろありますけれども、はい、また町小屋ではですね、はい、28日、12時から、はい、まあ、パレード自体は11時半か、11時半からまず町側をですね、台湾の、はい、台湾から来た、方たちと、はい、まあ、沖縄のまたあのサンバチームとですね、一緒に、はい、あの合同でですね、はい、サンバパレードをして、まあ、12時からはちょっとあの冷やみかち町側の前の方でもですね、はい、ちょっと、セレモニーだったりとか。これは28ですか、はい、28日の金曜日ですね。26日はもうあの国際通りを、そう、水曜日、たくさんの方たちがね、はい、まあ、これも公式な、ね、これは世界のうちなんち駅の公式なパレードです、ね、だって、あと28日は、はい、これ非公式の町側の本当にこれ町側が勝手に勝手に世界のうちなんち駅盛り上げるぞパレードを、はい、盛り上げるわけだからね、盛り上げるぞっていうことで、はい、やるパレードが、これはあの11時半から、はいはい、で12時からセレモニーっていう感じでやっております、うん、でもう一つですね、すみません、はい、やっぱりこれハロウィン、まあ、今日ねハロウィン の飾り付けがやってるんですけれども、はい、平和通り毎年ですね、実はあのハロウィンを10月の31日にですね、はい、日付はもう変わりません。で、はい、で時間はですね2時から、はい、始まるんですけども、31ですか、31やるんですか、もう必ず、はいはい、10月31日の、はい、月曜日ですね、今年は月曜日になるんですけども、はい、で、ここにですね来ていただいて、子どもたち仮装してですね、はい、このシールスタンプラリーみたいな感じになるんですけども、はい、スタンプラリーで、スタンプを集めたらお菓子が皆様あの お子様たちにですね、はい、もらえるということで、いつも1000人、はい、1000人近く来ていただいて、でもなので、2時から始まります、はい、でこれ早いものガチというか、もうなくなり次第、商品がなくなり次第終わってしまうので、できればですねお早めにも来ていただければと思います。これは31日の日ですね、ですね、でちょっと仮装してね、はい、仮装して、町はあの、そうそうそう、どの辺に来てるんですか。あのですね、あの受付がちょうど、はい、あの花笠食堂の近く の, あのちょうどそこ の, あの、はい、ゆっくるっていうあの、はい、観光案内所があるんですけども、あの辺に行けばもう大体みんな、ね、そうそう、もう大体あの受付見たらあそこら辺で並んでると思います並んテーブル置いて並んでると思うので、はいはい、まあ、そこに来ていただいて、真ん中ら辺に、とりあえず平和通りの真ん中ら辺に来ていただければ、はいはいはい、受付していただいて、でお菓子がもらえるということでございますので、ぜひね、あのお子様連れの家族でですね、はい、来てほしいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあもうあれね、今週はなんかもういろんなところでやっぱり催し物とか、そうですね、今週来週にかけてですね、やっぱりね、本当にそのうちなんち大会っていうのは世界ね、大新座のね、はい、お芝居でもハワイ行進曲あったじゃないですか、そうですね、移民に行ってね、はい、50年後に帰ってくるって、だから本当に最初のね、やっぱり一世の方とかね、今もう3世とか4世なんですかね、はい、あの方たちが世界中でやっぱり、うん、沖縄のね、やっぱり DNA を持って頑張ってる方たちが、さっき言った、うん、モアイしてね、うん、5年に1回みんなでやっぱりここに初めて来る方も多いと思うんですよ。そうです ね、沖縄の、で聞いたらほら50年前に来ていて、本当に50年ぶりに来るっていう方もいらっしゃるみたいでね、うん、思いますね、みんなでね、本当にウェルカムチューじゃないけど ね、本当にハイサイ入りたいだけでいいですよ、うん、一応ね、うちの口でちょっとお迎えしていただいたらね、いいですね、はい、でね、今日ちょっとね、1曲挟んで、はい、今日はね、私いつもね、はい、この方の話を聞きたくなるとね、読んじゃうでみんなにも聞いてもらう、聞いてほしいっていう方をね、今日ゲスト予算呼んでますのでね、はい、ちょっと一曲ね、私もこの曲大好きで、マイケル・ブーブレのですね、ホームっていう曲大好きなんですよ、はい、いろんな風にね、まあ、いろんなところでやっぱり頑張ってて、結局でもね、ホームに帰ろうみたいな、すごい素敵な曲なんで、今日のね、一曲目この方をちょっとかけて、それからゲストの方を紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、 Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna
never go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. Coming back home. はい、ホームいいですよね。いいですね。うん、大好きなんですよこの歌詞ね。ぜひね、あのもし調べてみたらいいと思いますよ。まあ、それでは今日のゲストね、はい、今ちょっとね、あの曲かかってる間でもね、しのぶさんが一生懸命なんか聴いてたんだけどさ、はい、あの自己紹介で、あ、そうですね、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。あ、どうも、普天間直弘と申します。もう何度目ですかね。ね、2回か3回目 3回目ですかね。じゃあよもっとだよね。4回目だ、この番組ね、うん、この番組で、はい、昨日電話かかってきてね昨日出ましたありがとうございます昨日の中ができて、ね、先輩ありがとうございます。いやいやいや、あのスピリチュアルカウンセラーのね、はい、あのスピリチュアルカウンセラーでいいんでしょうかね。と県内では台湾式足もみと、足もみです、はい、うん、の普天間直弘さん、はい、普天間よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます、ね、普天間直弘さんでインターネット見ると結構出てくるんですよね、たくさん。直弘さんはね、ご自分で出してないんですけどね周りが、自分の発信は何もないんですけどね。そう、普天間さんはね、あのもうかれこれ普天間さんと出会って8年、うん、そのぐらいになるんじゃない、ね、早いですね。いや、妥当でしょ。あっという間へ、うん、まあ、いろんなね、あの中で出会いがあって、ね、波に乗ったりね、溺れてたりねもうねそれすらわからない時になって、あってますよね。波とか、うん、そういうことも分からない状態の時に
私出会ってますよね。自分で意識がないもうね、あの振り返ると溺れてたんだなとかね。そう、なるほど。波に揉まれて、水の中でぐるぐるやってて、苦しくて顔出してアップアップってしてるけど、またブク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 。だから逆に今の、 あの私の形を見ると、皆さんの中では想像できないような、あの大木美翔子さんがいたんですよ。ね、それまでが結局、はい、あのちょっと20年ね、あるところでもうトップで、ずっとバリバリで、はい、トップで走ってきて、まあ、どっかでその自分の中であの転機があって、ただそこでね、やっぱりいろいろ自分がね、ないことばっかり考えてて、これができない、あれができない、今までやってきたことをね、捨てようとした部分が、その時にいろんな自分が迷いがあって、はい、どうしようかな、もうどうしようかなってところじゃないですね。あの時はね、本当にどんな風にして、笑う顔自体がどんな風に笑ってたかなっていうぐらいの私だったんですよね。はい、笑顔がない、あの笑うことがどんなだったのかが忘れてた。そこまで、そう、あの笑ってる顔が引きつってる状態で、そう、その時にあの普天間さんと出会って、いろんなね、はい、まあ、あのアドバイスしていただいたり、でね、普天間さん面白いことにね、つながらないときは絶対つながらない、まあ、当たり前なんだけどさ、はい、あの県外行かれたりとかするんでね、はい、なんかあるときね、昨日もそうなんですよ、はい、電話一回もなってないはず、あのなんかピッてやった瞬間、もしもし怖い、分かってるんだね。つながらないときほんとつながらない、うん、なおさんね、はい、そうですね、今県外だよとか、うん、今電車に乗る前だよとかね、なんか不思議ですよね。今日来るのも必然なんですね。必然ですよ、うん、必然という言葉は、まあ、ないんだ、あのまだ重いんですよ。あ、うん、重い、うん、予定通り、あ、予定通り、わかりやすいさ、もうスケジュールに入ってるってことですね。そう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 、もう予定に入ってるってことですね、うん、そう、自分の生き方のスケジュールの中にもう予定通りに入ってるから。なるほど。でね、私今日来たかったのは、でもさ、あの今年、うん、なんかがなんかの年だったみたい、なんかの年っていうか、ちょっと教えていただいていいですか、うん、これね、はい、まあ軽く流してもらって別に構わない話なんですけれど、はいはい、まあ、見えない世界の話がだいぶ入ってるんでね、うん、まあ、あと惑星関係であの、星座の動きとか、うん、そういうのも入ってくることなんですけど、はい、今年の2月4日から、うん、8月31日まで、はい、この、うん、この間で神と呼ばれる方々から、はい、あなたたちは今日の今日まで今まで学んだこと、やろうと思ってること、それがいかに本気かテストっていうのをされたらしいんですね。なんだって、知らないうちにテストされてたんだっていかに本気かというテスト、これ一人一人がってことですか。はい、うーん、まあ、多分地球人全員でしょうね。それで本当にあんたが今やろうとしてるけど本気かとか、学んだことを本気でやってるかとか、分かってるかみたいなテストがいろいろあったらしいです。で、9月1日は、ね、木星の移動がだったかな、双子座に入るとかなんとかだったかな、新月で、はい、通常の新月の3倍ぐらいのエネルギーを持ってて、はあ、新月って物事決める時のいいタイミングと言われてる、ね、新月の時、はい、で、その時から9月9日まで、はい、9月9日っていうのがまたちょうど半月なんですね。9月、なるほど、うん、善でも悪でもない、白でも黒でもない、ちょうど真ん中なんですよ。面白い、はい、その日までにテストが採点全部終わったらしいんですね。はい、はい、で、9月10日から9月の22日までに、え、はい、全員 の、 あの魂の中にこの答案用紙が返されたらしいんですね。返されてるの？9月22日って何の日ですか？9月22日は何だった？春分。春分？うん、ああ、春分だ。秋分の日。秋分の日は、そうだ、秋分の日ですね。これも昼と夜の時間が真っ二つだから。同じ日、うん、あ、で、その日。で、その後、10月10日までに、このテストが赤点だった人は追試決定らしいです。追試決定？なんか私、通試だったのかな？追試って思われるものは、同じことが再び起こるということです。あ、同じことが再び、そう、問題とかが、うん、はい、でも逆に追試だから、はい、そこで終わりじゃなくて追試なのよ。あ、なるほど。そこでだから同じ問題来るわけですよ、うん、なるほど、うん、だけど同じことしたら、うん、また赤点なんです、ダメってことですね、うん、クリアしないといけない、クリアしないといけない、クリアしないといけないってなったら100点取ろうと思う？
追試は34点から追試ですよね。ですね。100点取らなくて35点取ればいいよね。ですね。だから同じ失敗したものが来た時に、うん、その失敗した時と何か1個違う行動すればいいということなんです。そうするとクリアする可能性が非常に高い。全部ってなっちゃうからあれだけど、そうじゃなくてちょっとでもいいんですよね。その1点取れば、うん、ね、合格だったらちょっと違うっていうか、うん、自分が同じことをせずに、うん、はい、違うことをやるとクリア。いや実はねこの話私普天間さんから聞いたのは本当に何日か前の話。先週ぐらいじゃん、うん、なぜかというと、いろいろね今までもアドバイスしていただいたりした中で私は静子さんがもちろん元気な時から普天間さんよく知ってるわけですよね、うん、でその中で、ね、静子さんが亡くなって耐震座を受け継いでその中でもいろんな葛藤があって、はい、で今回DVD が発売されたんですよっていう報告とか本の話、はい、でその中で普天間さんにまさかね普天間さん字幕付きはさ発売されたけどまさか普天間さん英語版の字幕付きが発売されてそこまで私考えてなくて、うん、でそれがまた世界のうちなんち大会で、ね、並ぶんだって、うん、でしかも銀座の和紙ショップでも14日から並ぶんだってって言った時に、うん、その話をしてくれたんですよ。それは別に不思議じゃないよっていうのから、うん、まさかじゃないよっていうのが結局だから今年いろんなものを頑張ってクリアしたら、うん、今から来るものがまた同じものが来たら追試だけど、うん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 、違うものが来たらクリアして新しい宿題が来てるということ。なるほど、ね、だからその今例えば起こっていることって、はい、例えばですよ、まあ、例えば私事になると、うん、その2月からの、ね、ちょうど2月の何 4日4日からっていうことは、うん、去年の2月4日ってことは、うん、ちょうど、ね、耐震座公演のね、うん、ちょうど2月28日が旗揚げの日と同じ日に今年は公演しましたでしょ、はいはい、ちょっとその時期ぐらいから、うん、まあ全部が良かったわけではなくて、うん、いろいろあったわけですよね、うん、まあねちょっとラジオで言えないこともいろいろアクシデントがすごい今もね、はい、知ってらっしゃるところもいろんなことがあったわけですよ、はい、うん、でもその何もスムーズに来るわけじゃないですか。何かあった時にどう対処するかってことですかね、うん、まあ、もちろんみんなラジオ聞いてる方も、うん、毎日ハッピーとかじゃなくていろんなことあると思うんですよ、はい、そういった時にかだから翔子さんには受けたことをまず受け止めてねって、はい、でその中で納得して受け入れられるものは受け入れるけど受け入れられないものはわざわざ入れる必要なく受け流してねっていう話をしてたよね、うんうん、だからできることできるだけで今いいからねと、うん、いうことをやったら結構今年クリアしたのがいっぱいあったんですよ、うん、そうですねもうあと小太郎さんの本なんか、はい、40年前に出た本で、うん、ずっと私は皆さんに見てほしかったんだけど、うん、それができなかったんですよ、うん、それがちょっとしたきっかけである方を通して DVD が出ました。そこを通して今度本を出せますよなって、うん、そのつながりで、そしたらまさか英語版の字幕が、うん、つくっていうのが想像がちょっとつかなかったから、はい、こういうのはもうご褒美になるんですか。ご褒美ってわけじゃなくてもう予定通りってことですね。ね、予定通りって言ったらみんなって言うかもしれないですけど、うん、実は自分たちはシナリオを持って生まれてきてるって大体言うじゃないですか、はい、ね、生まれた時からね、自分がシナリオを書いて神様にこの書類を出してポンと印鑑もらったら、うん、じゃあこれで OK だよっていうことで生まれてくるわけですよ。でそのシナリオは右に行けば右のシナリオがあるわけです。左に行けば左のシナリオ、うん、真ん中行けば真ん中のシナリオがあるわけです、うん、だから全てにおいて実は予定通りなんですよ。うん、その選択をした先の予定は自分でもうちゃんと決まってるってことですね。記入してるということなんですよ。だからとかじゃなく実は自分が予定してる通りに行くんですけど、うん、例えば真ん中が楽しくこの人生生きていけるっていう予定だとするでしょ、うんうん、たら真ん中って実はあまり考えずに素直に自分がこうしたい、自分をこうやりたい、はい、自分がどうありたいっていうことが表現できることが真ん中なんですね、うん、でも人にこう思われたらどうしようとか、あこう見られたらどうしようっていうことはこの真ん中からずれるわけですよ。なるほど、ずれるんだ、うん、要は自分がぶれるってこと。自分がどうしたいっていうことを主でまずは生きればいいんだけど、そういうことだ。だって自分の人生だからね。そうですよね、うんうん、だけどこの人に周りに
ていうことでずれてくっていう、よく、手間さんよく言うのはよく魔が差したとかありますよね、はい、魔が差したとか、うん、あとあの逆にすごいいいことがあった時にポンってなんかなんでここに引っ張られたんだろうっていうようなことのアクセントってあるじゃないですか、うんうん、はい、それはどういうことなのか、またどういうふうに対処したらいいのかってあるんですか。自分たちの中には、はい、もちろん白と黒は同じ量あるんですよ、うん、善も悪もね、はい、まあ、神と悪魔っていう方もいましたけどね、はい、天使がしのぶちゃんの右胸に100人いたら、小さい悪魔ちゃんも100人いるっていうことなんです、もう半分半分だけいるってことですよね、うん、そう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 、これ陰陽の法則で、表と裏の法則で、だからあの人の命をすごい助けることができる名医はすごい暗殺者になれるっていうことですよね、そういうことですね、生かす方法を知ってるから殺す方法、殺す方法も知ってる、だから美味しいもの作れたらクソまずいの作れる、うん、なるほど、だから一つを学んだ時に両方必ず学べるということになってるんですよ、うん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 、だから今自分が辛いなと思ったら実は反対側には全く同じ量の幸せがあるということです、うん、だから今幸せだなと思ったら逆に反対側の不幸っていうのも同時に学べるようになってるんですよ、なるほど、もしこうだったら あじゃあ今とってもいいんだねってなるんだけど、うん、例えばじゃあ今73億人か4億人ぐらい地球人口いるでしょ、うん、これが全て女性だったら自分が女性ってどう認識します、わかんないね、うん、男性がいるから反対側があるから今の自分がわかるわけでしょ、うんうんうん、間違いなくね、はい、違うものだから、うん、っていうことは例えば目の前に腹立つ人がいると、うん、腹立つ人がいるんだけど腹立ってんのここよね、あ、だから自分の中の何に反応して腹が立ってるのかって見たらこの人どうでもよくなるのね、うん、ただ自分の中で腹立ってる原因が実は妬んでたりとか、なるほど、羨んでたりとか、でもそれが今パッて分かりにくいと思うんだけど、うん、この前もお客さんで電話のいろいろクレーム処理、あ、はいはい、で超真面目な人なんですね、うん、であまりにも真面目すぎて、はい、クレーム処理なのに、うん、お客さんと喧嘩してしまう、うん、ついやっちまうんだって、なるほど、真面目なだけに、そう、この真面目が裏にあるんですよ実は、なんでこんなことぐらいでクレーム言うのって、ね、うん、私こんなことぐらいでクレーム言わないのに、うん、なんでこんな簡単にあんたたち言うのだろうと、うん、だけど本人クソ真面目だから、うん、実はえと思ったことでも私は実は飲み込んでるのにって言ってるのと一緒なんですよ、うん、私は我慢してるのになんであんたたち我慢しないのに、うん、なるほどね、だから羨ましいんですよ、あ、うん、だから腹立つんです、うん、自分はこんなに耐えて耐えて耐えてるのになんであんたたちはこんな簡単なことで文句言うのっていう、そこまで掘り下げると、うん、羨んでるってことなんですよ、うん、相手を、うん、でもなんかほらみんなこう分かって、ね、冷静になると分かるんだけど、うん、その時になるとどうしても感情が上がってしまうもんね、うん、なかなか自分をまた冷静に見れないですよね、だからカウンセリングの時でも腹立ってるっていう時には、うん、じゃあ分かった分かった、じゃあその感情を全部取り除いたら何が残るっていう話に、うん、持っていくのね、うん、何が残るんだろう、そう、そしたら何が原因で起こってたか気がついてない人結構いっぱいいるのね、うん、ただ怒って感情が上がってるだけだからですね、うん、その感情一個一個取り除いてたら何が残ってるのって、うん、え、なんで起こってたんだろうって、うん、こういうよくですね、はい、で前の職場の話になるけど、うん、結局前の職場もずっと営業ばったけてきてて、うん、こういうのって結構多いんですよ、はい、でなぜかなぜか社長からの任命でいつも私クレーム処理係だったんでそのやり取りは聞いてるわけ、はい、ちゃんと、はい、まだ私なんだと思ってでもねこう話してると、うん、相手の方もねあとはなんかね言うだけ言うんだけどさ、うん、あとはなんかどっかのねチャンネルのところでちょっとねトーンがふわってなるときあるんですよね、うん、そうすると逆にごめんねもうこんなこと話してねって、うん、ごめんなさいねもうあんたに言う必要もなかったんだけどさって形で、うん、いえいえいえまた高校で会ったらまたねお電話くださいありがとうございますって、うん、
どっかでその方もわーって言うんだけど、どっかでそのスイッチみたいな、うんうん、なんかスイッチがポンってなった時にありますね。出し切ってガスが抜けた瞬間に冷静になってくるから、うん、ですね。あとはそう、今すみません、はい、なんで怒ったんだっけとかね、あの今のポイントが分からなくなる時が、うん、なんだったかねだみたいな形で、うん、もういいよもうなる場合もありますね本当に。私もクレーム係やったんですよ。クレーム係ですね。クレーム聞く係というか。よく、うん、そう最近よくいろんな方、例えばレストランであったりとか、うん、いろんな形でクレーマーって言いますよね。クレーマーって、はい、あれは、うんうん、あの天馬さん曰く どう思いますか。よくいろんな形でそういうのってありますね。こう自分が不満に思ったことをそういうところでは、うん、あの言ってもいい権利だと思ってるんですよ。その方は、うん、その権利を行使するためには、じゃあその店のルールを守ってるかどうかということは本人気づいてないんですよ。ああ、うん、はいはい。その店のルール、うん、はい、その店でのルールとかマナーとか、うん、そういうものを守って、お店が変なことしたらクレームでしょ、うんうんうん、だけど自分の気に食わないものをクレームにするわけよね。うん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 、そうですね、うん、だからイコールじゃないのよね基本。だからなんでこんなことでクレームになるのって、うん、なるんだけど、ちょうどあの飛行場で、はい、まあ、某あの LCC ではないんですけど、はい、こう待ってたら1時間前に行くようにしてるんですけど、うん、すっごい荷物預けるのに、うん、すっごい並んでて、うん、搭乗時間にようやく荷物のとこ来たんですよ。まあ、結局もうそのおかげ飛行機も出るの遅れて、乗れるのは乗れてるんだけど、恰幅のいいどっかの社長さんみたいな人が突然出てきて、もう一生懸命皆さん職員頑張ってんの、うんうん、なのにさーって胸張って出てきて、責任者はおらんかって言うわけ。でそこの責任者も一生懸命やってるわけ、うんうん、でこのおっさんがこの責任者の腕を止めてるわけよねあ、そういうことですよね。余計遅くなるみたいな、ね、余計遅くなるね、もうあぜんよね職員こんなに一生懸命やってるのに今言うみたいな。もう飛行機乗って後から電話なりメールなりで苦情言えばいいじゃない、ね、わざわざ今頑張ってる手を止めて、あのみんなが言わんから俺が言ってやみたいなね。まあ、本人はねそのなんか正義感なのよね、はい、でも周りからしたらあの逆にメールお前が手止めてんだろうみたいな。でもこういったまだ分かりやすいんだったらいいんですけど、うん、私が受けてたのは全く逆にそこを分かっていて言う人がいるんですよ。要はシステム分かってるからこれ言えばお金もらえるとか、うんうん、あもう分かってる人がいるんですよ、うん、そういったクレームが一番私はややこしいっていうか、まあ、逆にお金を出せば引っ込むんですけど、うん、っていうのを私旅館も行ったんですけど、旅館でもそういうことがあったし、コールセンターでもやっぱりよくシステム分かってるんですよね。システム分かってるからこそこう言ったらこうしてくれるというのを熟知よくしていてっていうクレームと、あと全くもうただ言いたいだけ、本当に関係ないことをひたすら8時間喋る人もいました。本当にですよ。それはもうあの某社長のことを、私がいたあの社長のに対してのことをこの会社のことではなくて、その社長に対することをずっとずっと個人的な、でもそれをずっとずっと言うんですけれど、何だろう、でもやっぱり 何かあるんですよね、ただもうでも私たちはもう聞くしかないんですけれどっていう。ただお互い素晴らしい忍耐力ですね。そうなんですよ、聞くもね、相手もですよね。でも相手もそれだけ言うんですよ、うん、だからそれだけ常日頃この人はいろんなものを飲み込んでるんでしょうね。そうだから多分それだけ飲むのを吐き出したいっていう、ダムがちょろっと決壊したようなもんで、あと止まらなくなるんですよダム、ね、でもそれを楽しんでる感もあるんですよ、うん、要はそうやって人をなんだろう、うん、だから実は寂しい人で ねだと私は思うんですけど、人とうまく関わりきれなくて、ね、お友達いない人とかでそういう感じなのかなとかっていう、うん、でね、いや私周り友達いますよって言うけど、うん、その友達は本当に友達なんだろうか、うん、実は1年生になったら、うん、友達何人できます ?100 人できますかって言うことありましたよね、うんうん、ありましたね、うん、あれイギリスかどっか の研究か何かで、はい、一生のうちで親友と呼ばれるの5人いたらいいという。あ、なんか最近やってますね、なんか言ってましたね、はい、うん、本当の意味だよね、そう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 、うん、で、
まあ、小林正観さんだったかな、あと友と呼べるのは、うん、顔と名前と性格が一致するもの、顔と名前と名前と性格をちゃんと分かって一致するもの、はいはい、うん、それ以外は知人、はい、知り合い、うんうん、なるほど。だけど、ま、Facebook とかだとそれを全て友達でしょ、はい、うん、ある意味ね。でも分かんなくてどうしていい時ってありますよね、うん、あの覚えてくださって、うん、おかみさんなんとかのショコさん、うん、あーいってことなんとかって言いながらずっと誰だった結果で Facebook でつながってる、あ、そうなんですか、うん、ありがたいではあるんですけどね、あのライブで会ってるわけじゃない、うん、でも普通人ってあーって言われたらライブの方生の方、ね、こうやって生の方を想像するけど、はい、向こうも最初からじゃあ Facebook って言ってくれよでしょ。でもまあ逆にあの声かけてくれるのはありがたいかな、うん、ありがたいですね。いやもうそりゃそりゃあ大神座の代表ですから、ドキだからあの僕 Facebook も一切やってないんですよね。大変ですよね、うん、やったら大変ですよね。いや昇進者だもんだから、あの誰々の友達です申請来たら全部イエスにしちゃう。いやイエスにできないんですよ。だって俺お前の友達じゃないもん。あ、逆にね、うん、はいはい、名前も顔も、うん、誰は知ってるけど、うん、あんた知らんもん、うん、ってなっちゃいますよね。なんですよ僕はもともと、だからそれのコントロールができないからやらないって言ってるんですよ。でほらあのしのぶさんも聞きたいこといっぱいあると思うんだけどさ、はい、さっきの今年の、はい、これってそうだ例えばあの何年に1回とかあるんですか。意外とね、星占い系の方とかは大体発信してます、はい、こういうのは皆さん、うん、だけど、はい、あの専門的に言ってるから、はい、僕が言ったみたいな砕いた言い方にはなかなかならないので、なるほどね、私はある方に今ふるいにかけられてると言います、言われる、ふるい、ふるい、なんかこれはいい方ではないとは、だからいい言い方なのかな、ね、悪い言い方なのか分かんないんですけど、世の中でふるいにかけられ始めたっていうのは大体1999年7の月というのがまずふるいにかけられる、やっぱそれがある、あるんだ、うん、あったやつで、あったんだ、あと2000年と2008年もあったし2012年もあったし、やっぱそういうのがあるんだ、本当はあったんですね、あったっていうか、うん、だからなんか遡って自分がたくよく、うん、まあ一般でいう例えば厄年とかさよく言われてなんか例えば、そうそう、まあ、細木さんのもんとかさ、うん、いろんな点 あるんだけど、大作会とかね、大作会とか、あ、なるほど、そういうことですね。あの振り返ってみたらあの時はそうだったのかなとか、うん、バイオリズムだってそうです。言えば女性だったら生理の周期の間もそれだし、あ、なるほど、テンション上がる下がる。で今あのでもさ例えばですね今、まあ、世の中で言うと、まあ、昔に比べるとねいろんな何でもあるってことで、うん、ただあの変な言い方ですけどあの精神的に今ね、うん、あのこう病院通院したりとかさ、うん、いろんな方たち悩んだりとかさ、うん、そういう方たちって結構多いっていうじゃないですか、うん、昔だったらもうこれが特別みたいな、なんか、うん、特別みたいな方、なんかああいう人とは関わらない方がいいみたいな時代もあったのよね、うん、昔は。ただ今って普通なんだけど、一見見て普通なんだけど、うん、実はこういう形で、うん、あの病んでるっていう方ってやっぱ多いと思うんですけど、ね、これは何がどうっては言えないんですけど、はい、多くは自分の本来、うん、こうやりたいってこう生きたいって最初に言ったでしょ、はい、真ん中でこうやったら楽しく生きれるよっていう、はい、この真ん中の自分がどうしたいっていう気持ちに対して、うん、周りとこう周りの目と一緒になって、うん、ギャップがひどくなればなるほど壊れやすいんですよ。やっぱ周りの目っていうことですか。そうそうそう、やっぱ自分周りの期待とか、うん、それあまりにも親の期待とか、ね、それが強すぎる、感じすぎるんですかね。自分はあの学校行かずに、うん、どっかいろんな海外見てきたい、うん、だからもう高校卒業したら行きたいとか、うん、中学卒業したら行きたいって思ってんのに、うん、行かないとダメでしょうとか、うんうん、レールに組み込まれたりとか、うん、長男だから何しなさいとか、うん、こうしないといけないとかね、うん、何々でなければならないっていう状況で押し込まれるわけですよ、うん、なるほど。そうすると自分の心は向こう向いてんのに、目はここに向かないといけない、右左に向かないといけない、心と違う方向を向くとねじれが生じて、これがプチッと切れると大概が病気になるし、なるほど。
で逆にこれを例えば周りであったりとか、うん、あの変な言い方だけどこれも私も多分あの普天間さんと出会った時は多分そうだと思うのよ、うん、だから振り返ってみたらよ、ねじれ現象ね、うん、だからそれ特別じゃないと思うわけさ、うん、さっき言ったこのどんな風にして笑う形だったのっていうのを今考えたら、うん、あの時やっぱりちょっと ねじれてるのかね。逆にそれって周りであったりとかあの自分であったりとかどういうふうにじゃあ改善とかしていいけど、うん、ね、これもあのものすごい単純なんですけど、うん、まずしのぶちゃん人間の悩みって2種類っていうのは気づいたことあります、うん、自分のこと、うん、自分以外のこと、うん、この2種類しかない、うん、ね、うちの息子が受験なのに勉強しませんっていうのはお母さんの悩みじゃない、うん、ところが受験しないっていうこと、あの勉強しないっていうことは、うん、実はこの息子も悩んでないの、うん、うん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 、ね、それが問題と分かってるんだったら勉強してるはずなんだよ、うん、困ってないんだよこいつ、うん、自分でねそう、うん、困ってないからしないわけですよ、うん、部屋の掃除しないっていうのも一緒、困ってないからしないだけ、うんうんうん、ただうちの子供はなんで部屋の片付けしないんだろうね、掃除しないんだろうね、お母さんが全部やるから本人困らないわけ。なるほどね、うん、だから自分の悩みのポイントが何なのかっていうことが本当に公にずれてて、いや家族のことなんですよ、分かった分かった、それはあなたの悩みではないんだけど家族の悩みだから、うん、あなた一人でどうしようもないよ、うん、ちゃんと家族で考えないと、うん、なんであんた一人で考えるの、うん、あんたの悩みじゃないんだよ、うん、これは家族としての悩みだから、夫婦としての悩みだから、会社の代表としての悩みだから、はいはい、うん、あなたの立場での悩みだからとか、うん、その自分の家の悩みだからとか、うん、ちゃんとこれを分けて考えずにもうザルの中にいっぺんに入れて悩んでるようなもんなんですよ。じゃあそういうあの、まあね、ここにもさ、うん、名前は言えないんだけど結構あの来た方とかね、うん、自分はなんかあのいじめられっ子だったとか、ね、いたでしょ、うんうん、で本当に今もちょっとほらあの、うん、ね、あのブレがあったりする、うん、学生時代こうだったよとかっていう、うん、で、あのそういう人の場合は逆に例えばあの周り子はもうほっといたらいいってことですか。ほっとくっておかしいけど変にこうほらあの腫れ物触るようにはしない、のもいけないし、うん、とかですよね、うん、ただ目を離して一人ぼっちにするっていうのも、うん、もうダメだし、だからそういう人たちにできる限り、うん、あなたはどうしたいのって常に聞いてあげたらいい、うん、どうしなさいじゃなく、うん、あなたはどうしたいのって、うんうん、で本人のこの真ん中にある自分がどうしたいっていうのを言えるように引き出せるようにしてあげた方が立ち直りやすい。よく、ね、こんなしたらいいよあんなしたらいいよじゃなくて、ね、昔から本当にそのね、その大事な子供とそういったのはやっぱり旅をさせろみたいな形って言うじゃないですか、うん、過保護すぎてやっぱり出したくないっていう人もいるんじゃないですか。例えばそれってやっぱりこう、うん、もし相手がどっか出たかったら出してあげて、うん、安全に出せる準備してあげればいいだけでしょ、準備をね、うん、であとはもう目を離さないんだけど、ね、人みたいにも、ね、長いこと東京にいたとかさ、うん、そんな形の間のをやっぱり見守るっていう形も大事ってことですよね、自分の中だけにずっと置くとかじゃなくて、うん、ああじゃあ今の話からだと、はい、じゃあまたしのぶちゃんにちょっとわざわざ振ります。はい、恋愛ってどうやって書きます？恋愛は恋と愛ですよね。愛ですね、はい、恋という字の心の漢字はどこについてます？下。ということは恋は下心、下心でしょ。ああ下心って何でしょう？下心、下心は欲しがるものなんです。うーん、欲しがるもの、はい、じゃあ愛という字は心どこにあります？愛は心は真ん中。そう、だから真心になるわけです。真ん中にあるエネルギーは放射するだけだから見返りがないんですよ、うん、出すだけだから見返りのない愛だから、うん、だから恋を知らないと、さっきの陰陽の法則ね、うんうんうん、男がいないと自分が女って分からないっていう、はいはい、恋を知らないと愛を知れないんですよ。あ、なるほど。欲しがることを初めて自分が欲しがったんだっていうことが分かった時に初めて与える方に回れる、回るわけですよ。だから恋愛があって一緒になって、うん、今度愛情に変わるんですよ、ね、愛と情はまた反対なんですよね。
あのよく情よくね情はあるんだけどみたいなその、うん、なんか会話とかあるじゃないですか。そうそうそう。だから我が子のことをさっき言ったようなのは、うんうん、愛という名のもとにおいて情で縛ってるって言われます。ああそういう部分がね。なるほどね。面白い。お母さんがお母さんがで、うん、高校卒業して大学入った、うん、炊事洗濯掃除何もできない息子を仕立て上げて、うん、もうこれは高校卒業しても何にもできないって、うん、何にもできないようにしたの誰っていうだけのこと。なるほど。そっかそっか。要は自分で考えられないっていうのも要は考えさせないようにしてたっていうことですね。お母さんがお母さんだってちっちゃい頃からやっぱりそうやって自分でチョイスをさせる、まあ、この間多分そういった話してたかと思うんですけど、はい、そういった癖をつけるっていうのは、うんうん、お母さんがいなくても、ね、手振って大丈夫なようにっていう、うん、なるほどね、うん、私なんか逆にいつもね少しはしっかりしてくんないかなってね。だから子供たち2人からね言われてる反面教師、うん、反面教師なんでしょうね、うん、きっと。だから逆に言えば、はい、いいんですよだからなんか多分私が今いなくなっても多分子供たちは大丈夫だと思うわけさ。でもバッチシですよちょっと待ってね、はい、いやでも本当にそんな感じですよ。だから、うん、まあ、娘も娘で海外にいるんですけどね、ずっと学生時代から自分でバイトして、まあ、大学も自分で、推薦だけを狙って、うん、でその行った瞬間私2日しかいなくて、考えたら、うん、内地に行ったのに2日しかいなくてすぐ帰って多分本人寂しかったと思うんだけどさ、うんうんうん、でもその後すぐまたバイト見つけてみたいな感じだけど、はい、なんか逆に、いないとダメみたいなっていうのは良さそうだけど、そうじゃない部分もあるってことなの ね、うん、ね、やっぱ一人で生きていける強さっていうのは絶対必要なのかな、うん、だから愛は自立であり自己責任っていうことを身につけて、だけどそれだけじゃ今度足りないんですよ人間は、うん、あ、ダメなんだ愛だけじゃ、うん、情もかけないといけないんですよ、うん、だから、あ、白さん大変そうだから手伝いますよ、いや大丈夫です自分でやります、うん全部自分でやります大丈夫です、うん、じゃあダメだってこと、うん、そうなると、ね、全部自分でやるから、うん、なんであんた自分でやらないのになるわけ、うん、だから人に情をかけられなくなるわけ。なるほど、はいはいはい、でこれが膨れて膨れて膨れて、うん、いっぱいいっぱいがプチって切れた瞬間に全て周りのせいに変わるわけ、うん、そしたら突然依存という状況に変わるわけ。なんか自分でなんかかっこよく言えば、うん、あの人全部何でもできるんだよねってかっこよく、でも逆に言えば松下幸之助さんそうなんですよね、うん、逆に自分できないから社員を育てるのがすごい上手で、うん、体もなんか弱くて、うん、だから社員を逆に育てるのがうまかったっていうのはそこらしいですよね、うん、なんかこれお願いできるみたいな形の、だからお願い上手はやっぱりすごいことになるんですよ。なるほど。その人の能力を引き出すっていう方になっちゃうんですよ。なるほど。だけど全部自分が自分が自分がっていうことは、今度はあなたの周りにいる人の成長するチャンスを妨げてるってことですね。こいつが妨げてるのです。そこのバランスですね。だからできることをできるだけっていうことを僕は人ところの賢明って言っていつも言ってるんですね。人ところの賢明。一所賢明。一所賢明。一生懸命じゃなく一生懸 懸命一ところの懸命ね。うん、例えばしのぶちゃんに、ね、はい、多彩だから10の能力があるとする、はい、たらしょうこさんからしのぶちゃんに5の仕事の依頼が来た、うん、これを5をきちんとやることが一生懸命で、うんうん、これに6も7もかけるとがむしゃらになるわけ、うん、やるべきことが何かきちんと分かってないということ。余計なワーバグと、ね、ワーバグと、ね、だけどその後に他からあと5の依頼来たら7かけてしまったら3しか残ってないでしょ。あ、そっかそっか、そういう意味ね。残業になるわけね。あ、なるほど。やりすぎもダメってことですね。だから人の成長のチャンスを奪ってる、うん、なるほど。逆にこう全部自分でかっこいい美徳のようだけど全部自分で やると美徳ではない。逆に相手にこっちお願いって自己中になるってことですよね、うん、あ、じゃあ今私いろんなことをしのぶさんお願いしてるってことはいいってね、じゃあポジティブっていうのを、ね、終わりに近くなってきてるんで、はいはいはい、しのぶちゃんポジティブ、はい、ポジティブってどんなこと。ポジティブ、ポジティブは、はい、まあ、いいように考えるというか、うん、イメージ、私はそう思ってるんですけど、はいはい、これをもっともっとシンプルに言うと、はい、
今の、はい、今自体を肯定することがポジティブ。あ、肯定。今を否定することがネガティブ。今なんですね、うん、だから女性は6000語から8000語くらい喋ってるらしいんですけど、うん、これのうちの9割がネガティブを発信してます。だからネガティブを発信したら、うん、ネガティブしか返ってこないわけよね、はい、何がネガティブか分かってないんですよ。だから、うん、私健康のためにカーブス行ってますって、うん、ね、企業も言っちゃったけど、うん、ウォーキングしてますとか、はい、それはネガティブなんです。え、それは健康のためだから。ああ、今不健康って言ってるんです。自分が、ね、言ってるのと一緒なんだ、うん、でそれも女性の多くが否定言葉を出したときに、うん、なんとかって言ったら、うん、無理って無理をどんだけ出してるか、うん、だからマイナス波動をどれだけ出してるか。なるほど。じゃ無理って言っちゃダメなんですか。無理って言ってもいい、うん、ダメ、うん、言ってもいいけど一回で止めればいいのに。あ、なる、無理ってダメなのか。ダメ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 。私頭悪いからとか、うんうん、あ、また太っちゃうとか、あ、また食べたよとか、意外と言ってるでしょ。言ってるね。いっぱい言ってるね。はい、はい、だけど人って自分が王様で自分の体に命令を出す王様らしいんですよ。ああ、うんうん、私覚えきれないからって言ったら覚えられない。ああ、私分かんないんだけどねとか、うん、分からないとかって言うと頭は脳ははい承知しました、分からないようにします。あ、私考えたら94まで現役女優だったお母さんから、うん、あの人一回セリフ覚えたら全部覚えてるんだって、うん、覚えられないって聞いたことない。考えたら台本渡しても何にも言わなかったね。考えたらその辺なのかな、うんうん、だからまた太っちゃうって言ったら、うん、体に太れと命令出してる。あ、その恋愛のことも言ってましたよね、はい、結婚できないとかなんとかってこうなると自分でそれで、うん、それを発信してるから、うん、その通りになるだけで。なるほど。投げたものしか返ってこない。うーん、だから素敵な私を幸せにしてくれる人が現れるって思ってたら、うん、俺を幸せにしてくれる女が現れるっていう男と周波数が一緒だから。うーん、そっか、周波数出会えるんだ。依存の男がね。ああ、そういうことか。、うん、まあね、もう私といたらラッキーの方が。あと1分でね、またね、普天間さんね、また普天間さんね、今度来ていただきたいんですけど、はいはい、さっき言ったじゃあその宿題をね、うん、いただいた方はもうまだちょっとそれに向けて自分で見直さないといけない時期で。そう、同じことが来たなと思ったら、はい、同じこと、はい、1個違うことをする。なるほど、うん、それだけでクリアする可能性が非常に高い。これ いつまでですかね、通知は。今来てる可能性ありますよね、私もね。これいつまでにクリアすればいいんですかね。とりあえず急の大晦日あまでは急ぐらいまでは、うん、に通知かかってるんですね、はい、通知かかってるんだ。で大丈夫だ。でそれ過ぎたら、うん、祭祀になるからね。あ、まだちょだそれまで、まあ、大丈夫よ、旧暦で大丈夫。そうそうそう、うん、それ過ぎたら、うん、はい、祭祀の上に祭祀で、うんうん、課題がくっついてくるかもしれない。また違う別の課題が、いや問題が2倍になるかもしれない。はい、ということなんでね、はい、またでもね、また、はい、手間さんまた来ていただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、来週はちょっとね、しのぶさんお休みになりますけどね。そうですね、来週お休みですね、はい、またじゃあ、一週ちょっとお休みして、またね、はい、再来週になりますね。また楽しみいただければと思いますので、今日普天間さん、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。普天間頑張ろうね。はいよ。頑張ってんのに。ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。